もう取材に行った会社すべて思い出はあるんですけれども、はいはい、この、 ものづくり百景の一番最初に取材に行かせていただいたのが、はいはい、こちらの吉持製作所、はい、ヘラ絞りという金属を、はい、ヘラという道具を、はい、使いながらこう金属を、まあ、伸ばしていって形にしていくって、はい、いや電気 の、 傘とかを作ってたりとかされるんですけれども、はい、ですね、もう本当に家の1階みたいなところで小さくやってらっしゃる感じで、はい、本当に典型的な町工場というイメージなんですけども、はい、その吉本さん自身がすごくフレンドリーな方で、はい、今でも SNS とかでやり取りさせていただいている方 で、はい、